なんでドトウって見てるだけで癒されるのか。ドットさん可愛いよね。ドトッとしてて、愛嬌があるから。早くそれがわかる領域まで来いよ。お花が近くて可愛いね。なんか犬っぽいんだよな。人懐っこくて好奇心旺盛で食いしん坊でマイペースで小動物に優しい感じ。愚問です。愛嬌丸。みんなもドットさんに癒されようね。ドトウちゃんは優しい顔が可愛い。実際性格も優しいし。どの写真見てもお花ドアップでちょっと草生える。もっと草生やせドットさんの食事になる。広いものの視覚画像を発射。再現度高すぎる。なんでこんな表情3次元でできるのこの子。偶然にしても可愛すぎだろ。寒いから左右をもらってにっこりなだけやぞ。やっぱ実は最高だな。馬娘のドトウも最高だと言え。確かに馬娘のドトウも可愛いんだけどさ、リアルドットさんがもう可愛すぎるんだもの。ドトウとドットさんはどっちも可愛いけどベクトル全然違うからな。一日の初めにノーザンレイク赤のドトウ見とけば幸せに過ごせる。寝る前にも見ろ辛い時にも見ろ。一般的な大間に比べてまん丸で大きな鼻先が俺を狂わせる。オペラ王って言葉に本当にへそ曲げるの可愛すぎる。君可愛いねー。どこ住み？そっか、大事にしてもらってるんだねー。いっぱい長生きしてねー。すっかりアイドルホースだねー。ドットさんはメトさんが乗ってバズり、ナイスネイチャーは長生きして引退馬のための活動がさらに活発になり、アドマイアジャパンは枕栄養、物理、でバズり名前をさらに上げアイドルホースとして有名になる。何が起こるかわからない2022年楽しいなギムじいさんは柵壊さないで。ムニムニしたくなるドットさんの鼻。リアルドットさんが可愛すぎて、馬娘ドトウも妹か娘みたいな目線でしか見られない。再現度高いし可愛さがリンクするからね。どっちがボディでどっちがソウルなのかもうわかんねえなこれ。ドドッとしている謎単語なのに通じる不思議。実はもう馬娘も可愛い。お花すいたいわ。怨念27歳。人間の年齢だとだいたい78から79歳くらい。可愛いおじいちゃんだねー。ドットさん見る限りドトウの再現度ってそこまででもなくない？おどおど系かと思ったらママ系に見える。ドットさん見てるとただただ純粋に、いつまでも元気に長生きしてね、という感情しかない。肌が弱い場所なのにブニブニ育成でピンク色になっちゃってるんだっけ。お馬さん可愛すぎて、かわいそうなことになる話が見られなくなったわ。辛いから課金してやる。初めてドトウさんを見た時のおっぱいでっか。という気持ちが今ではどっかに行った。いやでかいんだけどお口とか流星に目が行くようになったからだろうか。何よりドットシャンが思い浮かぶ。かわいいねー。口がオウムなのほんとかわいい。ドットさんとシャトルジージの可愛らしさを令和の世に知らしめた佐々木さん他スタッフの皆さんの功績を忘れてはいけない、今しめ。ドトウさんが暮らしてるノーザンレイクさんも引退馬問題に取り組んでいて専用サイト最近オープンしたからみんなよろしくな。ドトウさんのいいところ穏やかな性格。人懐っこい愛嬌がある。誰にでも優しい誰とでも仲良くなる。よく食べる悪いところ。誰にでもすぐ近寄る。そのせいで鼻アップの写真が多い。諦め。食い意地。欠点がないなんだこの名馬。メトさんに逃げられてたのがすぐ近寄るからってのが微笑ましいよね。ふむ。諦めが悪い。食い意地は張ってるけど癒やしん坊ではないのが絶妙なバランスだなと思う。さゆやお水も注がれ終わるまでちゃんと待てるし。ふっと疑問に思ったのだがドットさんのところにもボス馬とかいるのだろうか？パワーバランス的にはドットさんが実質ボスっぽい。ここドットさんファン多すぎません。ドトウトリがドットファンになるというやつだな。お馬さんにとって花を合わせるってご挨拶みたいなものらしいが、だとすればドットさんは会いに来たお客さんに丁寧に挨拶してるのかな。これ挨拶なんだ。いつも花ドアップに来てくれるの挨拶ってこと？かわいすぎない？じゃあ見学行って挨拶してくれたら花キスしねえとな。ダメ？ですよね。横顔とかお目目はイケメンなんだけど正面から見ると、癒し系。人間さんもカメラさんも大好きだからお花ドアップの写真が多いのかわいい。寝転んでるドットさんのお腹を枕にして一緒に昼寝をしたい人生だった。怒涛で抜けないの大体ドットさんのせい。もう前からみんな言ってるけど脳裏にドットさんが浮かんでくる。怒涛を見てるとドットさんが透けて見えるし、ドットさん見てると怒涛が透けて見えるし、なんなのこれ、ってなっていう状態になる。メトさんと仲良しになってよかったな。ドットはなんでこんな人懐っこいんじゃ思わず金出したくなるわ。許されないのはわかってる。でも、ドットさんのあの可愛いお花にキスしてみたいんだ。可愛すぎるんだ。モーニングさゆ待ちかお好き。さゆにしては冷たそう。ぺちゃんこになってる。許されないのはわかってるけど。モニモニしてー。このむにょ、とした花が俺を狂わせる。
馬券買うくらいならこの子に寄付するわってレベルで可愛いし愛嬌ある。あーそこですー。知らないドットさんの画像だ。バラ親父ファーム時代のドットさん。近い。お目目がキラキラしてますー。このぶっとい大流星、魅惑のプニプニお花オウムへの視線誘導ほんと可愛い。でも牝馬大好きのエロジジイだぞ。元気で可愛いね。ドットさんでお馬さんの可愛さを知ったわしみたいなのがたくさんいるし、間違いなく引退馬の、広報役として大きな役割を果たしてるよね。毎日ドットさんの様子を見て心を癒される俺みたいな人間がいる。神経すり切れたから癒されたいとか何か求めるのは全くなくて、ただ純粋にドットさんの優しい顔が、大好きでドットさん成分を摂取したいだけなんだ。よし全身を撮影室から遠くに連れてこうからの。カメラさんと G1 馬の全力疾走を見せるドットさん。可愛すぎる。ドットさん、ほぼ間違いなく馬娘から来た人の実馬新参ホイホイの一角になってる気がする。多分なくなったら俺がちで泣くと思う。やめろ演技でもない俺が見学100回目行くまでは元気でいてもらう。先に駆け抜けてしまった覇王世代の分まで長生きしてくれる、と信じよう。うららちゃんも長生きしてね。うららさん、最近は若い新入りボバにお熱だそうで、ハーヘア母さんと同じく、若い男に恋できるならまだまだ元気でいてくれるよきっと。今はこんな穏やかで懐っこくて可愛い様子を見せてくれるドットさんも若い頃は覇王に食らいついて、言ってた猛者だったと思うと、ギャップでますます押せるわな。馬主がいい人だからかわからないけど名称冠無理の馬っていい子多いのよね。セラピーホースの需要があるってのがよくわかる癒される。ドットさんのつぶらな瞳がめちゃくちゃ可愛くて仕方ない。優しい目ってこういうことなんだとわからせてくれる。ドットさんのふにふにお花とつぶらなお目目がカメラに近づいてるのを見ると大事にされて、るんだなぁと思ってなんだか幸せになる。優しい人たちに大切にされて幸せなんだなぁって、いいよね。なぜ名称怒涛はヤギと餌を分け合ったのか一言で言えばドットさんがそれを許したから。お目目が可愛い。ヤギ、分けてくれてありがとう。なお実際はヤギの餌を食おうとしてた模様もっとか、もっと餌が欲しいのか、この癒しんぼさん目、強奪してることはしてるが、それはそれとして寄ってきてるヤギを追っ払うこともなければ、踏まないようにまた舌を広げて踏ん張ってるのである。食い意地張ってる以外は本当に温厚なんだよ。それはそれとして待機シャトルには色々と遠慮しないのである。なぜ名称怒涛は待機シャトルとお別れしなければならなかったのか。一言で言えば寿命がそれを許さなかった。許してよ。かわいそうじゃん。でもそれが自然の摂理？それもそうね。でも、馬って結構年上を敬うのになぜシャトルに対してちょっと遠慮しないところがあったのかは謎である。寂しがり屋だから構ってあげます、みたいなところがあるのか？買い場桶に自分も食べたいです。するシャトル押しのけてもしゃもしゃし続けるドットさん好き。ドットさん、ずいぶん小さい馬だな。ヤギ、ずいぶんでけえヤギだな。こう？ヤギの群れの真ん中で仁王立ちする馬って構図が絵になりすぎる。どっちにしろ馬ってヤギと一緒にいても大丈夫なことにびっくりしたわ。ヤギはともかく馬は体もでかいし。ドットさんだけじゃね。待機シャトルも同じ状況になってたから別に怒涛だけではない。よく言えば信頼されてる悪く言えばブレイられてる。ブレイられようがたくさんの動物に囲まれて生きることを選択したんだよね。